それでいいのよね。ご褒美をあげるって約束したからね。今週はよく頑張ったわ。ホムランド？可愛らしいわね、四角さん。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって。まあ抱き心地はふかふかね。世が分解したものは全て元に戻すことができるわよ。何？信じないの？どうしてゴーヤジュースを？こんなの誰が飲むわけ？正直に言うと、あなたと出会ってから時間が経つのが早くなった気がするわ。ホムランド？可愛らしいわね、四角さん。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって。まあ抱き心地はふかふかね。にゃー、こうかしら。こういうのが好きだなんて人は見かけによらないわね。世が分解したものは全て元に戻すことができるわよ。何？信じないの？これ？分解して中身を調べてたの。これから元に戻すところよ。ホムランド？可愛らしいわね、四角さん。これ？分解して中身を調べてたの。これから元に戻すところよ。ヨガ世界一可愛い？あなたね、また変なことを口にして。これ分解して中身を調べてたの。これから元に戻すところよ。本にはこ、この衣装はどうかしら。どうして急にこれを？ありがとう、気に入ったわ。ヨガ世界一かわいい？あなたね、また変なことを口に。四角さん、この衣装はどうかしら。どうして急にこれを？ありがとう、気に入ったわ。どうして急にこれを？ありがとう、気に入ったわ。
この青空の下を一緒に散歩したいというのなら付き合ってあげなくもないわ。煮干しは風、筆生は雨を好む。暇だし転生を教えてあげましょう。すぐ手を引っ込めれば許してあげるわよ。何？敵が侵入した？何？敵が侵入した？今すぐ手を引っ込めれば許してあげるわよ。ふん、ハイペリオンにも嫌な虫がいるのかしらね。侵入した？館長！ふん、ハイペリオンにも嫌な虫がいるのかしらね。喜ばせるために頑張って働くなんて面白いわね。ファンにはこうした方がもっと可愛いって、何をしているのかしら。世が分解したものは全て元に戻すことができるわよ。何？信じないの？だから黄色いぬいぐるみに興味はないって、まあ抱き心地はふかふかね。みゃー。こうかしら。こういうのが好きだなんて人は見かけによらないわね。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって、まあ抱き心地はふかふかね。ファンにはこうした方がもっと可愛いって、何をしているのかしら。あなたがいなかったら世はもうとっくにあの樹海の中で死んでいたんでしょうね。世が世界一可愛い？あなたね、また変なことを口にして。ファンにはこうした方がもっと可愛いって、何をしているのかしら。あなたがいなかったら世はもうとっくにあの樹海の中で死んでいたんでしょうね。みゃー。こうかしら。こういうのが好きだなんて人は見かけによらないわね。煮干しは風、筆生は雨を好む。世の扇は？さっきまでここにあったのに、あんなに目立つものがどこに。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって、まあ抱き心地はふかふかね。礼には及ばないわ。あなたを守ることが副領と。
失われたものは二度と取り戻せない。ホムのぬいぐるみいっぱい欲しいの。ロザリアったらまたサボってるよ。星に触れるのかしら。その考察を聞かせてくれないかしら。あたくしと一緒に戦場に行くの。あたくしと一緒に戦場に行くの。この陣形がわかるかしら。聞かせてくれないかしら。こんなに晴れているのに寝るつもり？貸した本は全部読み終えたの？ホムランド？可愛らしいわね、四角さん。世の扇は？さっきまでここにあったのに、あんなに目立つものがどこに。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって、うん、まあ抱き心地はふかふかね。ホムランド？可愛らしいわね、四角さん。煮干しは風、筆生は雨を好む。暇だし、転生を教えてあげましょう。世が分解したものは、すべて元に戻すことができるわよ。何？信じないの？世の扇は？さっきまでここにあったのに、あんなに目立つものがどこに。一日の任務を完了しただけで調子に乗らないで。あなたがいなかったら、世はもうとっくにあの樹海の中で死んでいたんでしょうね。煮干しは風、筆生は雨を好む。暇だし、伝承を教えてあげましょう。にゃー、こうかしら。こういうのが好きだなんて、人は見かけによらないわね。ヨガ世界一かわいい？あなたね、また変なことを口にして。本にはこうした方がもっとかわいいって。何をしているのかしら。ヨガ世界一かわいい？あなたね、また変なことを口にして。あなたがいなかったら、ヨはもうとっくにあの樹海の中で死んでいたんでしょうね。正直に言うと、あなたと出会ってから時間が経つのが早くなった気がするわ。この青空の下を一緒に散歩したいというのなら、付き合ってあげなくもないわ。礼には及ばないわ。あなたを守ることが。もう起きた？
が険しくとも世がそばにいるわ。私が必ず守るわ。私が必ず守るわ。制約の十字架の出番のようね。制約の十字架の出番のようね。私が出なきゃいけないほどの敵？あなたと共にこの世の最悪に立ち向かうわ。世に相談したいことでもあるの？策がある。行きましょう。道が険しくとも世がそばにいるわ。世に相談したいことでもあるの？道が険しくとも世がそばにいるわ。世に相談したいことでもあるの？煮干しは風、筆仙は雨を好む。暇だし転生を教えてあげましょう。だから黄色いぬいぐるみに興味はないって、まあ抱き心地はふかふかね。礼には及ばないわ。あなたを守ることが副領としての責務だから。世の扇は？さっきまでここにあったのに、あんなに目立つものがどこに。煮干しは風、筆仙は雨を好む。暇だし転生を教えてあげましょう。天気も世の情勢も常に変化するもの。気にすることはないわ。いつも通りでいいの。世の扇は？さっきまでここにあったのに、あんなに目立つものがどこに。世が世界一かわいい？あなたね、また変なことを口にして。あなたがいなかったら世はもうとっくにあの樹海の中で死んでいたんでしょうね。世を喜ばせるために頑張って働くなんて面白いわね。礼には及ばないわ。あなたを守ることが副領としての責務だから。正直に言うと、あなたと出会ってから